つめて結ぶのインターフェース進化のスピード世界を移り行く信者ら波のその私が主役でよろしく未来をロードする生まれ不足のゴー俺たちのようなゴミクズの侵入を許すとはな。のみちゃん、明日は学校休みだね。有料道路課はそこまでだ。さあ、耳掃除の時間ですよ。おとなしくしてくださいね、先生。でも、あまりお役に立てなくて、いつも失敗ばっかで。でも、キサラギは頑張ってまーす。お部屋どうぞ。私の前にひざまずきなさい。こんにちは。よく集めてくれた。私はリアリスト、真実の手が一人、左手のリコリス。いきなりますじゃあ。行くぞ。私の怒りを思い出して。気合十分であります。行くぞ。
私をバカにするわけ？僕は円卓会議11ギルドの存在ログホライズンを率いるシロへと言います。お帰りなさいませ、ご主人様。世界を地獄と化してやるのだ。どっち、地質と天文どっちがやりたいのかしら。君にも2ヶ月間も来てくれたか。やめたぞ、やめたぞ。見せてあげよう、ラピュタの雷槌を。死んだ。本番のホステージ。おいしくなーれ。もえもえ、出て行ってもらうわ。敵もバランスもみんなまとめてぶっ壊すよ。我が命に従い悪辣なる異形を表せ。これで完全な響くは死の音色、奏でるは絶望の調べ、幻想楽団ノーブルベンゼ。これが俺とののみちゃんのラブパワーだ。今日もお疲れ様でした。見ろ、人がゴミのようだ。次回ボーマペイン第5話、マイワシの背は青いか。忘れるな、生臭み。次回セラフィーヌ物語第2話、愛ゆえに今宵あなたのフォーリンラブ。最後にこれだけは覚えておけよ、そこのゴキリイワシ、スベイワシの名を。なぜなら響きがかっこいいからだ。この手で掴め、この手で繋げ、この未来を受け継いでいくんだ。今を引き換えにして。
をかざしただけじゃ Light 何も変わらない Shine 光の差す場所で眼差しを打ち込んで人は誰もがみんな